で9時から放送なんですけど、まあ、その間に少しだけ進んどきますかね。本当は馬とか見せたいな。あ、いたいたいた。よいしょ。あ、ここ固定できないか。よいしょ。チェーンがちょっと昨日の雨で錆びてます。とりあえず油だけでも刺さないとな。これはサラブレッドみたいな体型じゃないからなんて馬なんですかね。ドサンコってこういうのだっけ。目安激しくて GoPro だとこうやって数秒経ったら馬が見えるのかな。若干下向けてます。さてじゃあ進んどこ。お、トンボ。おお、踏んでる踏んでる。栗のイカが。今朝の朝ごはんのオムレツには栗の実が入ってました。よいしょ。気温はコーヒーとかたっぷり飲んで温まってきた体にとってはちょうどいいぐらい。テント張ってたら寒いぐらいかな。いや大丈夫ぐらいかな。ブレーキちょっと調整。あれ？くっくっ。あれ？守らない。くっくっく。行って。おはようございます。おはようございます。おお、あ。あれもう国道か。こんな近かったのか。昨日の夜暗い中雨に降られながら来た時あんなに長く感じたのに入り口まで。そうだ、今ここも出すとかにゃ。やっぱ道悪いな。よく見たら片側車線がめちゃくちゃ狭いな、これ。さあ、その先まで行って。よし。エクスペリはまだしばらく充電に時間かかるから。まあこれで行くだろう。
三沢の飛行機の音かな。じゃああれはあと3歩あるよな。あの飛行機はこれじゃ分からんな。白いってことしか分からない。でもプロペラ機じゃなくてジェットですね、あれは。ワンちゃんの散歩。枠が取れたよ。うん。はあ、聞こえてきた犬の声が。おはようございます。ございます。おはようございます。ですおお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 ギリギリで準備できました。寒そうな天気。そうそう、全然今朝もまたすがすがしい。今ここつけました。スタート。おおはようございます。あれ、汲み取り車ですね。いい天気で寒くない。今日もすがすがしいです。気持ちいい。おはようございます。9時スタートになっちゃいました。まあ、メンテが8時半までメンテが入っているっていうのに後で気がついたのと、あとはなんで時間かかったっけ。おはようございます。ちょっと早速列車見に行きますか。そんなに列車本数少ないわけじゃないんですけど、おはようございます。見え寒くないです。全然今日も気持ちいい。ちょっと山の方に登っていくには少し暑いかな。いいですね。気をつけます。よっと。あのトラックは。で、この車線見てくださいよ。この左側の車線。なんすかこれ。あ、ピッて行った。夏休み。よっ。ああ、なんだこれか。宅急便は短かったですね。おいらせ、ゆるく登っていくんですよね。黒猫貨物これでやってんだ。で、あれで短いですね。昨日見たのはえらい長かったです。いや、で、予定ルートからいきなり外れてショートカットしよう。この踏切地図に載ってませんでした。てかルート検索だと引っかからなかったとこです。ふう。うん、夕食は、あ、ハンバーグですね。あ、向かい山駅、向こう山駅、意外と駅舎立派。自転車8万弱です。クロスバイクです。懐かしいというか、まあそうですね、確かに車取れないところですね。いや、遮断機ありますよ、ほら今鳴ってたのこれです。
模型の、あ、なんかトーマスっぽいフィギュアじゃないけど、機関車のも、コミカライズ機関車があそこにある。結構大きな駅ですね。昔、飯美味しかったですね。今朝食べた中で珍しかったのはフキのジャムってやつ。煮物とかにするフキをジャムにしたやつで、ユースのお母さんがフランス人の宿泊客から習ったそうです。あの人は英語、フランス語、中国語喋れるそうです。よくよく。ラーメン。いらっしゃい。その時晴れてりゃいいんですけどね。今日曇ったり晴れたりみたいです。で、ジャムがですね、繊維がイチジクのジャムに似てました。すみません、いらっしゃいませ。青い森鉄道の向こう山かな、向かい山かな、どっかに振り仮名振ってないかな。で、これが青い森の毛利針葉樹です。針葉樹だけど、根というか幹が2本あるってことは、これ実はこれ2本ですね。中身は1人に見えるけど、これ青いのはモーリーが青いって意味ですかね。これ水色です。鉄道で、いや、フェリーで北海道から渡りました。横から見るとこう。お、おはようございます。あ、ありがとうございます。あったかいんですよ。ジュースは珍しいの、あんま見てないかな。青森のリンゴのやつはあちこちありますけどね。おお、あそこ漫画もある、あさりちゃんがある。夕食も美味しかったです。レストランの、レストランの、モーリー列車が通った、今。今の特急？快速？通過しましたよ。モーリー列車が。GoPro でも今のちゃんと撮れてないだろう。残念。一瞬でしたね。特急じゃないですかね。特急とか。ミキーでしたね。ここにもか。こんなとこにもか。よっと、ちょっと待ってください。鉄道娘シリーズなのか、これは。京葉電鉄、能登鉄道、全国なんだ。八戸、時計。600ぐらいですね。萌えキャラ。この間行った長野電鉄だっけ？あそこもなんかそういうのなかったっけ？違う違う、あれだ。アルピコ？おはようございます。十和田観光電鉄ってあっちにも鉄道あるのか。どこもかしこもですね。市民権。世代が変わっていけば、これも別に恥ずかしいものっていう感覚は一切なくなっていくと思いますよ。イオス7とは、iOS か、iOS7。いや、してないです。この旅行に出る直前に iOS7 リリースされたんですけど、ちょっと、そんな危険を冒せない。おはようございます。例えば、天気予報アプリが使えなくなったら大問題じゃないですか。テラスタバス、OS、そう、勝手にダウンロードされてて、なんかネットワークが重いと思った日があったんですけど、多分これダウンロードしてたんですね。あのバスは、さっきからいたっけ？旅行中更新は怖いですね。旅行中か、旅行前日だったかな。そうか、アップデートさせて帰りゃいいんでしたっけ。不具合。やっぱりいろいろありますかね。じゃあ、いらっしゃいませ。で、ここは駅前です。いや、インストールしてないです。ダウンロードされてしまっただけです。この天気は一日は持たないみたいなんですよね。緩くて長い。そうですね。今日は2%ぐらいの上りがずーっと続くのかな。顔、そうでした。風意外と冷たい。
駅前通りですね、商店ないですね。何ができてる？2%、それなりに。何がですよ。やっぱ晴れてるといいな。今回の旅行ですっきり晴れてるのは2日目かな、これで。結構曇ってる日多いですね。で、曇ってる日は蒸し暑い。結構差かかりますね。最後のあれですね。あれ、バイパス抜けたら大して、割とショートカットできるんですけど、今日は雨大丈夫だと思います。祭りの時どうだっけ？イベントはそうですね。すいません。そういえば、リスト作ってないや。夕食は昨日レストランで食べて、汚職事件を渡されて、レストランで食べました。ボーイの人が給仕してくれて、お寿司も美味しかったですね。汚職事件をいただいて、今日は観光地として明確にあるのは今日ぐらいですね。何がレストラン。わあ、涼しい。北海道のだだっ広いのもいいけど、こういうのもいいですよね。おはようございます。十和田鉄道廃線になったんですか。周辺の人いらっしゃいませ。旅行は今日入れて4日間です。あと明日以降丸3日残ってます。ただ最終日は半分以上が移動になると思うんで、今日入れて、実質フルで走れるのは3日間ですね。月曜日。今、青森県八戸市、市内かな？だと思います。いや、違う。青森県八戸を、八戸から離れて、奥入瀬町ってとこです、今、確か。気温はこの感じは15度と20度の間のどっか涼しいあたり。肌寒いぐらいになるかな、これじっとしてたら。自転車で走るにはかなりちょっと低すぎるかな。おはようございます。この前の去年の青森の時の続きみたいなもんですね。今回フェリーで渡ってきた八戸が、前回走った小川原湖っていうところのすぐ近くなんで、17、低いな。沈み、涼しいです。好きです。誰？黒木メイサ。フェリーのあの部屋は結局2分の1弱でした。50%弱の。五所川原行きたいと思ってます。新聞か。なんかロードレースでそういうのありますよね。しゃかりきにも出てきた、そういうの。ゴールはまだあんまり決めてないです。やっぱり青森市まで行かないと新幹線には乗れないですよね。青森市というか、新青森の一つ南の新幹線駅ってどこなんですかね。青森駅よりももっと南側にあるのかな。十和田湖行ったら、その後弘前と五所川原に降りようと思ってて、住んでるのは神奈川県です。神奈川です。七戸ですか。七戸十和田駅ってことは、今日通り過ぎてしまうか。そう、神奈川県です。今日の予定距離は60、70キロの間ぐらいです。何で行く？十和田市っていうのは途中通りますね、今日。結構の市街地みたいです。宿が、ホテルとかが結構あって。でもなんか人口減ってるって聞いた。いわきさんには、いや、昼。いや、横浜って言ってないだろう。
横浜って行ってねえだろうか。つや？微妙に上り下りですね。そこまたちょっと下って。昨日距離走ってないから明日は宿は当日昼ぐらいに決めてますね。あとは野宿装備持ってきてるんで、今回まだ野宿1回しかしてないんですよ。野宿じゃねえや、キャンプだ。ん？何が本当？もう 1,2 回は使わないと、なんかせっかく持ってきたのにもったいないって気がしますね。まあでもトレーニングと思えば。おはようございます。神奈川県横浜市が9割ぐらい占めてますかね。有給消化してます。空が、ああそれは明るさの明暗差が激しいからですね。うん、クレジットの限度額は200万円。ん？うわ。ん？サニハラ。170キロじゃなく横浜県っていう認識は結構ありますよね。まあ考えりゃわかるけど、感覚としては。かっこいい住所、峠とかかな、峠。山形だっけ、あれは福島だっけ。峠駅があるとこ、あそこ駅前もかっこいいんですよ。あれ路線なんだっけ、 JR のなんとか線の峠駅っていうところ、駅前がすげえかっこいい。日本百景、あそこですかね。琉球、それでも多分余っちゃうんですけどね。あれ山形県に入るんでしたっけ。ちょっとだけ BA っぽくないですか。そうでもないかな。いたったに、これなんでしょうね。峠出身、厚木は本厚木が厚木市じゃないんでしたっけ確か。これなんでしょうね。この葉っぱ見ることあるけどな、下に何が入ってるか知らないんですよ。なんだろうな、じゃがいもとかはもっと細くて、あ、ビートですかね。北海道でビートの畑はよく見たような。ん？あ、軽井沢牧場で美味しい牛乳たくさん飲んできました。ホットミルクとコールドミルクを飲み比べてくれって言われて、ホットミルクがでかいマグカップに入ってて、で1リットルぐらいの冷たい牛乳が隣に置いてあるわけですよ。なのですいません、ちょっとこんだけ飲むと走れなくなりますって言って、ホットミルク1杯とコールドミルク3分の1ぐらいいただきました。ごきげんよう、さようなら。あ、六の辺の字が出てきましたね。あ、ここから左だ。飲んだら 1.3 リットルぐらいだったかな、全部であったのは。あれを飲み切ったら多分腹下すんじゃないかな、さすがに。乗ってる途中にミルクは水筒とかに入れると水筒が汚れてしまって、油系の、あ、近所ボトルには油脂分が入ったやつあんまり入れたくないんですよね。洗うのが大変なんで。牛乳美味しかったです。空気は今のところは大丈夫かな。まあだって牛乳クリームとか作りますからね。クリームといったら昨日の朝のウインナーコーヒーすごかったな。朝市の近くでおばちゃんたちが店頭でポット持って売ってた100円のウインナーコーヒー、生クリームホイップがえらいたっぷり乗って、ん？あ、なんてなんて。ただ奥入瀬のあたり確か12時とか15時あたりが曇りの予報なんですよ。だから晴れてりゃいいんですけどね、その時。うん、購入か。ギャルが売ってない、ギャル。左足のつま先が内側向いてないですね。お、気温 17.8 度、15度と20度の間って合ってた。北の風4メートル。もっとそこまでの私は味の違い分かる人間じゃないんですけどね。昨日は男性のトスと若い女性のトスがあって、
若い女性のトスにはコメントがずっとなんか溢れ続けてましたね。十和田湖、あそこ10度切るみたいなんで、 B&B のベッド&ブレックファストの2400円の宿に泊まろうかと思ってます。じゃらんでチェック済み。落ちまた、うわ、私は全然そのあたり知らないです。スポーツのお医者さんにかかるべきだと思います。そう、ただバッテリーは今フル充電できてるし、本当は今日は野宿したいところでもあるんですけどね。標高600だったら、600だと 0.6 で6で 3.6 度下がるのか。おう、あらあら、 FMLE かな。よっと、いろいろ大変だな。合ってる自転車っていう意味だと、今以上に合ってる自転車はあんまり、ランドナーの方がいいとは聞くんですけどね。今安定したかな、だいたい安定してるかな。うん、私はドロップハンドル苦手なんで、今ここ聞いてますか、映像だけ。え、そうですか。今結構唾液出てましたけどね。よいしょ。よし、開始。よし、少し風、まあ西に向かうんで、おはようございます。西の方に向かうんであまり影響ないかな。よっと、プレイしていません。まだ映像行ってないのかな。今あの映像行ってる風な帯域に見えたんですけどね。あ、GPS ありがとうございます。大丈夫です。あ、大丈夫ですかね。どうも。あ、X 足ってどうなんだ。クロスしてるのか。おう、おう、今日は電波ないとこ何箇所かありますね。あ、六戸町。あ、看板あったっけ。コメントラグ、うん、中道、あとは車がほとんど来なければいいんですけどね。ここは昨日の線路沿いに比べたら100倍くらいいいけどな。いや、100倍はないな、10倍くらい。うん、コミでかく、コミに入らなくても、なんていうのかな、なんかあの、ん？奥入瀬、あ、奥入瀬はですね、半分電波ないです。前半だけ電波あって、後半は電波ないエリアです。だからそこのところは、あの、GoPro でビデオだけ撮ってきます。おう。おー。立派なですね。ちょっと反対車線に渡って山撮影。どれ越えるんだろう。北海道、山勝だと電波があまり届かないようなイメージがありますね。山がなだらかですね、ここは。多分あれのどれかに登るんだと思います。峠が、坂の向こうで
車が見えない。支柱の組む、支柱の CM、 支柱は何だろう、支柱か、新幹線真下に、あ、この辺りか、新幹線が下通ってるんですね。そんな標高あったっけ。本当だ、通ってる通ってる。うわ、ん、あ、な、何みたい、安らぎの駐車帯。おお、安らぐ安らぐ。ちょ、ここでやりますかね、安らいでる間に。おいらせ、上の方は10度切るみたいなんですよね、夜は。といっても紅葉までにはまだ。メープルタウン、10月ですか。あ、そうそう、確かあの紅葉チャンネル見たんですよ、 WNI の。あ、電波、回線も遅いところなんですね。回線の今日はあの電波ないところが 2,3 箇所は確かあります。うん、おはようございます。この通り、あと30秒ですね。うん、ペヤング、焼きそば弁当買ってきました。まるちゃんの焼きそば弁当、スープ入り。今回、おいらせなんですか？うん、初おいらせです。お、油が。人に広めようと思ったら、ここで買いに越したことないから、うん、いや、でかいに、どうかな。やっぱり目立つってのあるんですかね、多いと。残した。さて、自動延長働くかな、働かんか。あ、働いた、 OK。 ただし残り時間の表示が更新されてないから、ちょっとコメント読めなくなりますけど、あの再接続するんでちょっとお待ちください。私がコメント見なくなります。ツールを再接続して残り時間正しく認識させれば、あの延長失敗詐欺が起きづらい気がする。できた、よし、問題なし。中、コーヒー飲んだ飲んだ。将棋ですか。天童市とかあの辺りのイメージがありますけど、おはようございます。ん、速度が、通信の速度の話ですかね。あ、やっぱりちょっと止まってると寒くなってくるな。 17.8 度だとまだ半袖短パンでいると寒いですね。走ってるとそうでもないんだけどな。いや、読み上げ切れてないですね。ニセコか、あの辺りそんな寒いんだ。おお、なんかログハウスみたいなのが。え、そうだ、いつの映像。もう2分ぐらい経ってますよね。東北、あ、してきました。 OK。あれ、オートフォーカス聞いてますか今。
さあ東北、私は去年は青森の海沿いをずっと回りました。おはようございます。オートフォーカスに見えますか？オートフォーカス、オートフォーカス、のどかですね。あ、ちなみにオートフォーカスのカスが確か NG に引っかかると思います。左側ですね。じゃない、なんかピンとこおかしいのかな。お、綺麗。これなんて名前でしたっけね、この色づき方によってカラフルにあの色が変わるやつ。カス、カとスの間にスラッシュ入れたりすると確かすあの抜けられますよね。手動フォーカスで、うん、合ってるはずですけどね。山ぶどう？いや、山ぶどうとかじゃなくて、あ、これオートにしなきゃダメか。やっぱり色あまりと違うと色が出づらいですね。最終的に黒くなるんだっけ？黒く、あ、どうなんでしたっけ。この色づき方の段階によって極端に色が違うから目立つんですよね。カメラ、そろそろ買い替えましょう。カメラ、この同じモデルがないんですよ。染料に、いや、そんな色強くないですよね、これ。ブルーベリーじゃない、おそらく食えないと思う。漫画ですか。サイクル野郎、これ手がこんな接触しただけでかぶれはしないと思います。中の汁が出てきたらどうかですかね。これはなんていう観葉植物に なってるんじゃないのかな、こういう色だってことは。すみません、植物の知識弱くて、植物だけじゃないけど、こういうのがあるというのは知ってるけど名前知らない。あ、これ、これは？あ、すみません、いらっしゃいませ。もう名前はあんまり知らないけど、梅みたいですね。ね、大美人。大美人？ダートですね。あと北海道はダートが多いっていう。鳥はよく知らない。このカメラ。あ、炎症下げ大丈夫ですか、でしたかね。明るさ設定が、そう、暗いところにをしばらく見てて明るいところに振るとしばらくついていけなかったりしますけど、今これはデフォルト設定なんで標準的な明るさのはず。やった、メイプルタウン六戸。六戸って楓の町なのか。さっきのトイレにあったキャラクターが町のキャラクターみたいですね。おはようございます。こっちもなんかいつ曇るかわからないんですよ。でも青空見えてます。今はこっちが何かの公園だ。立野公園。で、もうすぐ六戸市街かな、これは。日陰が、そうそう。だから逆に明るいとこ見て暗いとこ見ると、しばらく真っ暗で見えないんですよ。そこら辺はウェブカメラのソフト側の設定かな。ソフト側の動きかな。ドライバーの。何あれ。山ぶどう、さっきの植物は山ぶどうじゃないと思います、多分。身の感じが全然ぶどうっぽくない。お、おはようございます。今日もそんなに、おそらく頑張らなくても着くぐらいの距離と登りだと思います。大根？おはようございます。さっきゴロゴロ転がってたのは、あ、GoPro。ああ。さっき転がってたのはウリみたいでしたね。長細いウリ、細長いウリ。あ、おはようございます。筋肉痛は昨日距離走ってないんで、
太ももというか、あの膝の上の前のあたりの筋肉は結構痛みはなくなった感じですね。汗、温度的にはそうですね。あ、コンビどうもです。この前のはどれでしたっけ。今回の旅行ではそれほど登ってるところはないな。昼はそろそろ自炊しなきゃ食材が余っちゃいますね。おはようございます。うんですね。で、食材がサラスパとナスミートのレトルトパックがあるんで、あとはなんか野菜系のやつを道の駅かなんかで買えば昼食にはちょうどいいんじゃないかと。北海道か、それが魅力でもあるんですけどね。いや、スープパスタだとあのナスミートのレトルトが、あの今日の宿は十和田港の湖畔の B&B の宿に泊まろうと思ってます。まだちょっと予約はしてなくて、じゃらん見ると2400円の朝食付き、あのアイベア朝食付きアイベアプランが2400円なんで、そうベッド&ブレックファースト。十和田湖は夕方になりますね。夕方6時とかになったら寒くなるな。だいぶ今日はまあ泊まってる人は少ない可能性が高いですね。ユースも一人だったし、今日平日だし。乗鞍ですか、アイベアで6時もう暗いですね。こっちは5時半ぐらいに日暮れですね。六戸温泉しばらく、あ、十和田市の中通ります。何があるか知らないんで、何かあったら見ていきます。これが六戸中心地は、ここなのかな。今日はあの線路沿いの道はやっぱり悪いですね。去年も同じ目にあってるけど、青い森鉄道沿いのあの道は交通量多くて細くて舗装もあんま良くないんで、バイクの人にも評判悪いらしいです。ニュースで聞きました。なんか海がメインだから道路の予算は少ないとかなんとか、本当かな。あ、お尻は昨日休められてはないんですけど大丈夫です。六の辺六と。コメリがある。どうだろう、これ中心地ですかね。店が固まってる感じのところあんまりない。まあ足の方は結構行けますよね。ここって駅あるんだっけ。ないか。でもうすぐ六戸の道の駅通過するはず。ん、これほどいいのか。多分この辺りは振動で、あ、やっぱりそうか。ありがとうございます。で、どっち、あれ道の駅すぐそこ、あ、これだ、このグローブ。そうですね、長いおかげでこんな感じです。通気性が良くなってる。いや、ボロボロなんですよ。まだ行けますよ。ちょっと衛星写真で見るか。朝ソフトまだこの気温だとあまり空気ならないですね。いや、この穴の開き方だったら大丈夫だと思います。裁縫、ちょっと待ってください。家が集まってるのはあっちの方ですね。なるほど。あ、そうそう、六戸温泉。あっちの方に塊があって、この道の周辺は本当に、あ、町の真ん中あえて外してあるんですかね、これ。クラブ。
ちょっとこの犬ら犬落ちせグローブ、いや1年ちょいしか使ってないと思います。お、何チャインのバーサンダイ、ちょっとあの中心地見ていきます。こっちの方ですね。あ、そうだ、焼きそば弁当もあるな。サドル、そうですね、新しいのを探すのがめんどくさいんですよね。ボロボロ、奥の辺何もない。この辺もうちょいじゃないですか、あの辺り足湯か。足湯あったら今なら入ってもいいかな、入ってやってもいいかな。僕の辺温泉もあるみたいですが、温泉郷っていう感じではないですね。温泉旅館とかはない感じ。この辺だ。今これフォーマ海鮮です。田舎に強いですけど、今日の道はさすがに途中ちょっとないとこあります。おちょっと北海道の集落とも違って、なんだろうなこの感じ、あんまりこういう感じは田舎のなんとなくちょっと違う感じがしますね。何が違うんだろう。やった、雲が。あー、ユーベスってどこでしたっけ。あ、この辺り結構商店街な感じ。うお、いきなりどうした。で、マインマートがあって、なぜか運が小さい。六の辺中央、ここは中央なんだ。多分これでじゃあ今ここも落ちたのかな。よっと、まさかもう FM でダメか、これで。よっと、プライマリーサーバーが1回出たってやっぱりダメか。何なんだろうな。通常配信、一応コメントでFMLAE ダメになりました。イエス、プライマリーサーバーエラーというのと、あと今あのネットが一瞬切れたみたいです。ログアウトしましたって言われたんで。あ、そうそう、今ここも多分切れてますよね。今ここも出し直し、あ、そうか、後ろだ、今出し直します。そろそろいいかな。ダメになりましたって言いますよね。ダメにじゃなくて。今ここはこれどうしようかな。しばらく切り離してもいけるかな。でも半分か。スタート。次。ダメンズウォーカーとかいうのがありましたね。読んだことないけど漫画でしたよね。というわけで通常配信なのでコマ数がウルトリーブ良き良き、ウルトリーブの仕組みですね。で、六の辺、さっきバス停があったんですけど、六の辺中央だそうです。ここ食らってるような気もするんですよね。よくわかんないです。
局が切り替わったらそれでリセットされてるようにも見えるし、でもまたすぐ規制される感じなんですよね。うん、店あんまりないな。そろそろ折り返さないと。うわまたか。ああ、なんてめんどくさい。自転車って、なんでこうブツッと切れるんだろうな。ちゃんと砂見えてるのに。別の路線の方がなんか邪魔してんのかな。で、この町は意外と無線 LAN の数が10以上ある。で、つながったかな。飽きた。はい、今ここ動いてる。あ、今ここ来てますか。またパソコンがなんか突然ネットワークから切れましたね。これもしかしたら あの無線 LAN の無線 LAN が別のに一瞬切り替わったりしてるのかもしれないです。といっても無線 LAN のエントリーは全部消してるはずなのにな。自動接続とかしないようにしてるつもりなのにな。で、今ここまで生きてますかね。動いてみないと分かんないか。当局の。まあ行きます。2回連続っていうのはでもあまりないですね。追い出して、そうそう、でこの先どう行こうかな。戻っ、砂に戻った方がいいですかね。3時、いや3時オンリーにしてます。無線なんて言ったのはパソコン側の、パソコンがどこに繋ぐかの話なんですよ。戻るか。ちょっとじゃあ六の辺中央を外れて、外れてとかまたから戻ります。ああ北風だな。でも北の方晴れてますね。おう、こんにちは。気をつけていきます。サクサク、あんたの言うことなんか聞かないね。ビッグウェブか。ここにマインマートあります。マインマート、秋に。おお、ちょっとそこから左に入ってみるかな。サーチ、うん、ありますよね。メリケーっていうか、あの、ボール？うわ、このバスもだいぶ古いな。通りづらい。実鉄。おお、結構バス人乗ってる。しかし古いバスだな、あれ。いい感じ。いい感じかな。使ってる人にとっちゃあれなんだろうけど。うわ、また切れた。あの鳥のキャラクターなんだろう。実りスタンプ。何に繋がってる？いや。ああ、これがに繋がってる。これのせいか。これがどこにいる、どこにいる。ああ、もう。これがどこにいる。これのエントリー消すのってどうすればいいんだろう。有線ネットワークのなんとかとか、これかな。これがこいつか。削除。オッケー。
やっと原因見つけた。これでよし。私もこれからの、なんだっけ、なんたらアドレス。アクセスポイント名変えずに使ってたから、家で。犯人は、犯人は、これがと。やっと原因見つけました。よし、アクセスポイント、残ってたアクセスポイントのエントリー名分かりました。これがでした。そうで、この私と同じようにこれがっていうアクセスポイント名から変えずに使っている人がどっかにいるんですね。この近くに、この六戸の町はですね、無線 LAN のアクセスポイントが10個ぐらい見えてますよ。なんすかこの無線の町は。昨日泊まっ、違う違う、一昨日泊まった、違う、先一昨日か泊まった三石旅館の周りなんかアクセスポイントゼロだったのに。というわけで、もう起きなくなったと思います。まあ、ここから離れたら起きなくなるんですけどね。というわけで、これがのせいでした。そうそう、このそっちにつなぎに行って、つなげないって言ってエラーを起こして止まっちゃうんですよね。止まるというか、ネットワーク切れちゃうんですよね。うん、この辺りはさっきの太い通りよりは店ありますね。さっきのは振動なんだろうな。ガソリンスタンドもこっちにある。さすがかな。あ、郵便局もある。郵便局なんか変わった色してますね。六戸郵便局。そしたら、でもなんか新しいのも、うわ、これがっていう名前のアクセスポイントにつなぎに行ってました、パソコンが。合流。道の駅はスルーしてもいいかな、この道ずっと行って。次の道の駅もありますからね。じゃあ道の駅六の部屋パス。一曲一つ一つ。なめ米自家製味噌。どう合流するんだっけ。うん、いや飛行機雲じゃなかったと思います。さっきの。あれは高さの違う雲が見えてるんだと思います。暗号ありますね。そうそう、うわー、これなかなか。あのカブで走ってる誰かわかんないおじいさんかな。もういいな。もうすぐ収穫ですね。罠、なんか採取されますか。で、明日、十和床から西の方に降りていく途中に、田んぼアートって言って、植えてある作物を変えて、仏像の絵とかいろいろ、田んぼ上で、ドット絵描いてあるところがあるみたいなんですよ。確かあれが黒石のあたりらしい。秋ですね。黒石のあたりにそういう田んぼアートっていうのがあるらしいんで、それ見ていこうと思ってます。に行こうとするとルートはだいたい決まってしまうかな。あれ写真見たらすごいですよね。山、あれは広葉樹じゃないかな。ん、役場前、そう、田んぼアート。弘前、明日行こうと思ってます。弘前まで届くかな。明日山越えていかなきゃいけないんですよね。今日は涼しい、本当に。うん、トワダコ初めてです。初見さえらっしゃいませ。え、あ、そうか、画質は、そうか、コマ数落ちてて画質はいい方だったんだ。さっき FMLE がエラーを起こして使えなくなったんで通常配信です。
路線バス、あ、大間。奥入瀬。紅葉の時期が一番いいんでしょうけどね。おお。家族に超怒られますね。めっちゃ怒られますね。弘前、あ、閉めるのはちょっと、あ、計画してないです。後で考えます。ああ。向こうの山がなんかなだらかで、今日登る道も緩やかな坂道なんですよね。うん、うわ。うん。規制されてるっぽいことはよくありますよ。ん、どこ通る？あ、カエルが死んでた。道端でカエルがひっくり返って死んでるの初めて見た。殿様がいるくらいのサイズだったな。雨上がりじゃなかった。あ、あれは、ちょっと待ってください。あのトラクターの、コンバインって言うんでしたっけ？ああいう稲刈りの機械って。ちょっと動画で撮りたい、あれ。皆さんには見えないですけど、あ、そう、皆さんには例のあれでやりゃいいんだ。ちょっとあれ U ターンしてから、皆さんにはカメラオンカメラで見てもらいましょうか。別にこれ珍しい光景じゃないんでしょうけどね。コンバインの収穫風景あんまり見たことない人間たちは面白い。八幡平はだいぶ南の方でしたよね。赤いポンポコンポコンポコン。よし。北海道はなんか今話題ですよね。延長、今のところ延長は自動で、そうか、あんまり見てないかな。ちょっと待ちよ。秋の風景ですよね。本番に高いらしいですね。自動フォーカスで近くにして、あ、離ってんだ。いかの車。よいしょ。八甲田さん。もうちょい引くか。もう。見えますか？ここ、あの、後ろから出てるのありますかね？あれが面白くて、出てますね。ああいう動きが面白い。今立ってます。何前なんですかね。そうそう、わら焼き。よっよし、満足した。レンタル、ああ、共同だったりするらしいですね。いつから、数ヶ月前ですね。何ヶ月前だっけ。これの写りはすごいですよ。照れますか。うん、めちゃくちゃ細かく映るんですよね。昔の富士フイルムのファインピックス F30 とか、これはソニーの DSC-RX100 です。今 RX100 の2でしたっけ。次のやつが出てますよ。 RX100 の後に何かつくやつが。これ3万いくらぐらいでしたね。聞こえませんでした。
秋ですね。今回の旅行で今日が一番寒いまで行かないけど一番涼しいかな。昨日も妙に暖かかったし、昼にはこれどのぐらいなってるんだろう。落ち葉は何年前食べましたっけ。美味しくなかったです。気温いいですね。お、車はさっきの太い道の方がもっと多いんでしょうけどね。テント持ってきてます。持ってきてますが1回しか使ってないです。もう 1,2 回使いたいです。美味しくない、作ってないん、九州が、おお。トンボ、コツ、コツって、あ、こっちの方が向こうの国道のバイパスですかね、扱いとしては。本当にただ車が移動するだけの道かな、あっちは。あ、コンビニないですね。そうだ、飲み物どっかで補給しとかないと。バイパス、うん、あれ GoPro 動いてるか。動いてるよな。そうや、自販機もあまり見ないですね。でかいの来た。おお。ん？今日は十和田湖畔の安い宿を狙ってます。まだなんかギリギリまで予約しないんですよ私は。ジョージア、ああ、こんな感じですね。いや、これ商店でもないか。ただの自販機の集まりか。ん？ファミリーショップ川村って書いて、あ、酒屋さんもある。ギリギリで多分行けると思います。これショップなんだ。行ってなかったら川村商店。川村商店ここですね。酒、タバコ、食料品。まあまあ、あ、2匹いる、2匹いる、2匹いる。あの 耳の垂れたタイプのやつ。小屋から出てこないのか。ダブルで吠え始めた。すいません、本当に吠えられますね。何でしょうね。あそこの小屋の中にいます。網の中にさらに小屋があって、その小屋の中から出ずに横着して吠えてます。海に、そう、あの吠えてる間にうーっていう吸い込む音がしますよね。営業経験、営業はないです。いや、営業難しいな。ドリンク、ああ、自販機じゃなくてまずはコンビニの紙パックを狙ってますけどね。えり好みしてたらまずいな。でも道の駅はあるんで、この先にも越えられますね。年齢、新規訪問とか、ああ、そういうのしたことないです。ああいうのはやる側もやられる側も辛そうだな。歩道でいいかな。今のもまあサイクリング、この道はちょっと狭いですかね。犬嫌い、何、私犬結構好きですけど、可愛いと思ってますけど。
うわ、飛ばされたとこまではないです。もうすぐ、もうすぐ合流ですね。40、ああ国道の方いいですね。もうセコマはないんですよね、こっちは。猫は好きだけど、あの無条件の可愛さになんとなく納得いかないです。可愛いとは思うけど。あ、サークル K。 いや、嫌いな。ここは走りにくいですね。でも車道も今ちょっと狭いんで。でもこの歩道はきついな。車道の方がマシか。猫と、猫の可愛さはわかるけど、その本能とかのレベルまで考えたときに、なんで可愛いというふうに感じるのかのところが納得がないんですよ。あ、今ちょっと質問すいません。線、国道合流、歩道が少し立派になったかな、これで。アイオン、犬はなんていうかな、犬はなんとなく犬の方が人間寄りな気がするんですよね。人間寄りっていうか、その人間らしいっていう方じゃなくて、人間に対して貢献しようとい いうような感じが感じられるので、感じが何ですか、東鉄駅ビル、東大駅か。ちょっと聞こえない。今はどう？この辺の馬なんですか？十和田馬？今地名は何だっけ、これ十和田って十和田でいいのかな。水晶？うわ、食べてないですね。泊まってたあの川湯グリーンのファームには馬いましたけどね。あれは何馬だったのか。サラブレッド系じゃなかったので、足がちょっと太めに見えました。あと腹が大きめ。バラ焼き。バラとは3、せんべい汁は食べてないです。寿司屋さんにあったけど、割とちゃんとした鍋として、鍋料理として扱われてたんで、サクッと食べる感じじゃなかったですね。あのせんべい、せんべい汁っていうかせんべい鍋だった。万円、あれはなんかでかいんじゃなかったですかね。あ、陸軍アラビなんですか。また狭くなったな。あ、ローソンだ、元。あれ競馬でしたっけ。スタッフ付きの若いお姉さん付きのコインランドリーか今の。牛肉と、バラ焼きいいな。クロソン。素晴らしい。スバルか。いや、昼は。
経費。うん、バラ焼きは道の駅でバラ焼きセットとか置いてないですかね。そしたらおかずに買っていって、あば肉知らなかった。あ、あります。お土産として売ってるかな。しかも適度な量のお土産として。ナビタイム。これラーメン店、麺魂大黒堂、愛情いっぱいラーメン。周りはずっと水田ですね。この先これバイパスか。十和田、そうですね。あ、B 級のやつなんだ。先週はダメですか。タレか。え、でもだったら肉も置いてあるんじゃないですかね。すごい、まだと6キロぐらいだ。十和田は実は昨日の宿泊地としてもう考えてて、ユースがダメだったらこっち泊まろうと思ってました。スマイルホテル十和田。十和田のあたりのビジネスホテルとか民宿も安いんですよね。朝食ついて5000円しないとことかも結構あったはず。5000円したかな。したかも。あれ、ダメですか。うん、なんで電波ないんだろう、ここ。鳩間サムネ。出演配信ができたらいいですね。肉があったら焼きそば弁当の方にしようかな。パスタとナスミートじゃな、ナスミートのレトルトじゃなくて。この苫小牧で船乗る前に買った焼きそば弁当があるので、弁当があるので、いや、場所によりますね。一枚板の方、一枚のやつの方が多いと思います。星野リゾート、どんなとこなんでしょうか。これはポタファイのサーキットいるかな。とりあえず十和田湖市街までこのまま行きます。十和田湖市街までは。十和田湖とはまただいぶ離れてます。3つ追い出す、あ、裏市にもあるのか。十和田はこの十和田市の方ですかね。市というか市街地の方ですかね。確か途中にもう一個あったはず。セルトは、あ、本当だ。ようこそ駒の里、十和田市へ。ユニバース、あー、地元のスーパーで買い物するのもいいですね。
じゃあちょっとそれ見かけたら寄ってみようかな。ありがとうございます。駒の里十和田市って書いてありました。駒奥入瀬渓流の方を通る予定です。あっちの方がアップダウンも少ないんで、十和田市に入りました。十和田天さっきのユニバースってところですかね。あの U って書いたらあれかな。うわ、剣道のやつはあれは将棋じゃないんでしたっけ。フードディスカウントパワーズ U、 これとは違うんですかね。パワーズ U とは同じ U がついてますけど、うわこのラーメンの匂いか。横浜家系のラーメンすごいですね、匂いが。食ですか。じゃあ再起動するかな、ふだはいの。横浜市、日本短角牛、角が短い牛のふるさと、三本木畜産農業協同組合、食堂赤べこ精肉店、あ、牛バラ焼きっていうのが出てきました。焼肉馬鍋の店だこれ。家系なんかこってりしたのそんな好きじゃないですね。嫌いじゃないけど特別好きじゃない。あのドロドロのやつとかが特別美味しいかっていうとさ、あまりそうは思わないな。じゃあポタファイ再起動を、再起動を、あーレンズが引っ込まねえ。この辺でやるか。おう、起きました。あなたの名前で。じゃあ米、うん、と、うん、で、ポータファイ再起動してきます。電源ダウン、ポタファイオン。あ、よし、
ポタファイの再起動、あ、繋がったかな？こっちは何に繋がったの？停止開始。最終送信時刻いったかな、これで。PC の方もそろそろ検出していいと思うんだけどな。つながった。上り速度が上がります。あ、これで復活しましたね。やっぱり規制かな。上り速度が100いかなくなるんですよね、さっきの状態。規制だとしたら多分この後もすぐ同じ状況に陥ります。今ここも行ったかな。念のためにもう一回。いや、今ポスト出たから。これ大丈夫かな。大丈夫ですかね。今ここも多分これで続いてると思います。よいしょと。いらっしゃいませ。おはようございます。ん？何って。なんだって。ケツ痛みは今日はないですね。規制って言ってるのはフォーマードコモさんの規制です。あんまりたくさん使うと規制するぞっていう風にちゃんと書いてあるんで、そういう情報が公開されてるんで。お、お宝百貨店ゲーム倉庫 3.7 キロ直進。あ、まあ古い、あ、なんていうか旅路になってきたかもしれない。でもうしばらくしたら今度は尻の皮膚が痛くなってくるんですよね。ん、使い放題。ああ。例の、あ、ドコモのフォーマの回線はそれはないと思います。フォーマ使う人もっとどんどん少なくなってみんな LTE になってしまえばいいのに。いや、そしたらエリアがなくなるか。ん、規制解除のためのなんですかね。さて、サークル系でまずは、紙パックのお茶探してきますかね。あとトイレもちょっと行っとこう今のうちに。おはようございます。2の辺まで 52km、 5の辺まで 13km。ん？あ、何じゃない。あれはパチ屋かな。ホールカウンタースタッフ募集。お金。あ、市街地まで。まあ、とりあえずここでお茶とトイレ。あ、今、そうなんですか。サンプル系も今はスイカ使いましたかね。ああいうに、まあでも今はいうに行かなくても大丈夫です。昨日は雨宿りでお世話になりました、イオンさんには。よいしょ。じゃあ延長時間は、延長時間は3分。まあ大丈夫でしょう。じゃあ買い物とトイレ済ませてきます。おはようございます。
ていう。じゃあ買い物してきます。トイレの後の開放感もいいもんですよね。麦茶ないんですよね。紙パック麦茶が見つけられない。まあ麦茶、緑茶、ウーロン茶の順かな、私が買うとしたら。運転犬偉大賞？あ、偉大生か。ちょっとお茶を詰め替えていきますんで。あ、そうですか。ああ、これ昨日の雨の泥が少しついてるな。ちょっと入れて。待機制限か。怖い怖い怖い。ストイックまで
そうそう。排水溝がないな。ちょっとポタハイから離れすぎて切れるかもしれないですけど、10メートルぐらいだったら大丈夫じゃないかな。ビッグマグなのか、それ大変だ。おっと。ノンカフェイン。あ、麦茶はなんかそうなんでしたっけ。これ旅行中ずっと復活しないんですかね、規制かかると。でも基地局変わるためになんかリセットされてるような気がするから。お茶飲みながら。本当は麦茶がいいんですけどね、食いすぎ。ニトビいなそう。よっと。ああ、ちょっと昨日の雨の泥跳ねが気になるな、これ。口つけるところは大丈夫だけど。で、フルコートに洗ってるんです。海鮮？ああ、もう一本買ってってことですかね。それはちょっと金銭的に痛い。お、よっと。課金、1日100円ぐらいで許してもらえるんだったらしたいですけどね。ニコ生のあの100円予約のことで考えると1日300円とか500円ぐらいまでだったらいけるかな。10時から。じゃあもう一遍パトマイサー起動してみるかな。ですね。はあ、なるほど。じゃあ昨日もらったせんべいとか食いながらポタファーマイサー起動しますかね。それとも壁際に置いてるからまずいだけかな。ちょっと角度変えてみよう。おっと、これで変わったりしますかね。電波強度はいいんだからやっぱり規制かな。まあいいや。さあ、行きと。で、切れて。外そう。まみこばいただきます。これは宿でもらってきたせんべいとかビスケット、あ、せんべいとかクッキーとかです。せんべいか、これは。
今これできましたね。大丈夫ですね。マイクワンが。昨日もらったやつです。あのコーンは割と塩気が強いな。次、かぼちゃ小判。本職、あの、湿気がないんで、あの別に飲むの必要になり、別に飲み物必要になりますけどね。まあでも食べやすい。まずせんべい。昨日見たところより安いレギュラー。おはようございます。ほんの強いですよね。昨日確か167円でしたよね。ちょっとイオンカード持ってればってことかな。かぼちゃの方が若干甘い。エビフライ取ってるの？140。よし、こんなもんかな。いや、サイクリングの人は青森渡ってきてからは見てないですね。私はポイントカード系はあんまり、ヨドバシとビッグカメラしか持ってないです。4億。今日の昼ご飯はバラ焼きの、道の駅とかでバラ焼きを買って、でそれをおかずにこれ食べたらどうかなと思ってます。条件付きの値段を出かけて宣伝するのは、4万5000円の 3D プリンターですか。どうなんだろう。 3D プリンターの今の問題はですね、今の問題は安定してそもそも出力ができ できるやつが、素人が使っても工夫せずに使えるやつがあまりないみたいなんですよね。日本製のスクーバっていうやつが、日本でサポートとかちゃんとできるやつがあるみたいなんですけど、あれもかなりトラブル多いらしくて、まだまだ元が取れないかなと思って、私は手出す予定はないです。で今ここ出し直して、もうちょっと素人が使っててもノズルが詰まるとかがない、プレゼンは思ってない。十和田区方面の、そうですね、確かこの近くに十和田の道の駅ないんでしたっけ。ちょっと地図で、ネットワークから切れてる今これ。あれ？送って作ってもらったやつを今は使ってます。あさって。そんなすぐ近くには来てないですよね。また止まった？早速規制が。道の駅と駅。
あれ？吉野駅どこ？道の駅とは本当ですね。あれ、確か、そうか、奥入瀬か、もう一つあるのは。曲がってイオン通り過ぎると、だいぶ南の方ですね。これは確かにあさっての方向だ。この奥入瀬っていうのが道の駅か？奥入瀬ロマンパークって、これ道の駅かな？なんか Google マップの検索結果今一つ でもそうか、だったらバラ焼きないですね。なんかユニバースっていうスーパーでバラ焼きの材料買えるんじゃないかっていう。ユニバース、この先にあるな。ちょっと道それたとこか。いや、パワーズユーだ。どういうこと？規制かかったかな。競合する IP アドレス、なんか変だ。つながってはいるか。ユニバースで、アワーズユーのことですか。オインマックスは山の中ないと思うんですよね。ユニバースあった、あっちの方にあるな。では向かいます。予定ルートを置いて、今してバラ焼き材料、一応予定ルートのすぐ近くになるな。さて、コンビニ出るときに、私は確かさっき向こうから走ってきたんじゃなかったかな。ありがとうございます。こっちだろ。みたいですね。そっか、みたいですね。もうすぐ11時か、早いな。まだ20キロも進んでないぐらいじゃないかな。検索したからではないと思います。運営会社、なるほど。でもユニバースって店見、でも声すらダメっていうのは珍しいな。ノロマ、また言いやがった。
2。いやー、寒いですが、うん、うん、スーパーに向かってます。うん、大丈夫か。レストラン盆と正月、農家レストランか、餅とかありそうだな。2時間食べ放題780円。雨？いやいや、うん、これ追い風かな。セミっぽいですね、なんか。多分バケット規制じゃないかと思いますね、この感じは、この挙動は。あった、バラ焼き。はい、してません。やった、食と生態。さあ、アベレージは10キロ、巡航速度は15から20で。しかし音声いかないって変だな。あ、まさかスタートできてないだけとかはないだろうな。うん、開始。あれ、まさか。あ、あれ、あ、復活してきた。これもしかして配信開始状態になってなかった？配信が止まってただけ？私がなんか配信やってない状態になってただけなんですか？これもしかして。だとしたら大変失礼しました。規制にしちゃ音声もいかないの変だなと思ったら失礼しました。じゃあこれ規制じゃないのかな。なぜかあの配信開始ボタンが押せる状態になってて、いつの間にか。そういうこと？来てますかね、これで。いや、忘れるというか、なんか気づかなかった？もうダメだ。するんだ。パンフルネタか。スーパー。でもあれで止まったっての変ですよね。
いや、最初に押してれば、あとは押し直さなきゃいけないことはあまりないはずなんですよ。ツール再起動とかしない限りは。何なんだろう。コメントのやり取りは、コメントが聞こえてて、声もいかないっていうのはあまりないんで、あ、パワーズユー、あ、さっきコメント聞きました。ありがとうございます。この新高校からちょっと左の方にパワーズユーがあって、で、予定ルートのちょっと右曲がった向こうの市役所付近の方にはユニバースがありますね。どっちが近いかな。ロードバイク、知らずに言ってますけど、10万ぐらいのがよく、10万が入門クラスとかいう人が多くないですか。私はロードは乗らないです。昔折りたたみロードバイク的なやつを持ってましたけど、ドロップハンドル苦手ってことが分かったんで、自分が。ユニバースはここのスーパー、地元のスーパーみたいです。チェーン店かな。ロードクロス、近いですかね。あ、ありがとうございます。まずじゃあそっち行ってみるか。で、バラ焼き材料がなかったらユニバース、八戸の、車、あ、今のか。折りたたみは、肉売り場を。牛でしたよね、バラ焼きは。バラ焼きのための牛とタレを。対面。でも、どんだけその人が乗り、いや、どんだけその人がその、やる気の勢いがついてるかによって、ロードバイク見て感動してた、感動してやるんだったら、ロードバイクの方がいいんじゃないですかね。効率っていう、効率そんなにめちゃくちゃ変わらないと思うんで、疲れ方とか。源タレ、源タレ、危険ですかね。ロードバイクは道の悪いところは確かに弱いと思います。Cサイクルでも日本一周してる人いるし、バラの危険タレ。ただゲ、相手からそれも偏見だと思いますね、私は。なぜそう、どちらかに偏らせたがるのか。ホワイトカラーってことないと思うけどな。あと、実ホワイトカラーって言い方はやばいんじゃないんでしたっけ。父ちゃんは日本一の日雇い労働者だって言えないのと同じように。なんタレ、紙の弦のタレ、ギア多いと調整はしやすいですね。ただ、あんまり段数が増えていくとメンテナンスめんどくさそうなイメージがあります。偏見かもしれません。段数が多くなればなるほど微妙な調整が必要になるような気が。あれ、じゃあ細かく調整できはしますよね。それ前コメントで、段数が多いことバカにするようなコメントもあったな。そんな段数いるのかよ、わらわらみたいな。それもなんか恥ずかしいよな。それはなんか、サイクルジャージ着てる人とかヘルメットかぶってる人全部カッコつけとみなして、全てバカにするみたいな感じですよね。
歩いてや、ん ?NHK。あ、今なんか音が落ちた。スムーズに、そうですかね。タイヤ。これはクロスバイクにした太めの 32C です。スプロケでギア比。勤めてる、ティーアップですか。あの走るとこ選ぶっていうのは確かにロードあると思いますね。チェーンは交換すれば OK。 プロ、ね、建設どれだ、建設タイヤ細いとメリットは路面抵抗が少なくて高速で巡航しても維持するのに力が多くいらないという話らしい。右の方がいいかな。パワーズは左でしたよね。パワーズ U。 ただゲンタレあまり大量にあっても使い切れないんですよね。1回2回分ぐらいあるとちょうどいいんですけど。でパワーズ U はこの、パワーズ U はもうちょい先だけど、あ、ユニバースの方が予定ルートから近いですね。ユニバースの方に行こうかな。待ってください。衛星写真でどっちの店がでかいか確認する。細いデメリットは路面がガタガタしているとその分、あの特にあの進行方向に対して平行な溝があると細いタイヤほど取られやすいですよね。あれが本当怖い。こうで、車自転車、そうそうそう。ユニバースの方がだいぶでかいですね。うん、焼肉卵飯。いや待てよ、アクロスプラザ。ユニバースの方がなんか、ユニバースの方がでかそう。ちょっとタレ、バラ焼きセット。あ、一応働きました。ユニバースはこっち行ってこうか、向こうだな。ん、安いの買っても、うわ、ちょっと、あ、ケーズ電気、あのもう電気系のやつは昨日突でケーブルいただいちゃったんで解決しました。まあそれでも行ったらなんか見ちゃいますよね。母ちゃんおらん。小橋、あー、どうだろう、私焼き鳥屋とかあんまり行ったことないんですよね。豚は普通にあると思うんですけど、どうかな。ユニバース、あ、廃線になったって言ってましたっけ、この辺り。あ、何ですか。おう、そう、感じのところが廃線になったところってこの辺りなんでしたっけ。丸みか。十和田湖行きます。ユニバース横終点十和田駅後なんですよね。そっか、八戸で今止まってるけど、そっからまだ繋がってたってことか。潰れたんですか、マジで。スマボト配信は、スマボトあるんですか、十和田湖。十和田湖がどんなとこかまだ知らないです。ダイエーが、ダイエー、あ、駅ビルの中に入ってたってことか。中にというか、おせおせ、あ、時間的にですか。今ここ消えちゃいましたね。あ、今ここ、あ、もう少ししたら出し直します。じゃ あ今ここなんか世話が焼けるようになったな。あ、そのユニバースのところのダイエーが潰れてユニバースになったってことですかね、駅ビルの。ダイエー潰れたわ。おう、調子悪いですね。 iPhone の方は原因は分かってるんですけど、 Android がなんで切れるのか分かんないですね。
そう、11時。でももう20キロぐらい来てませんかね。残り40キロぐらいなってないかな。サクサクですね。ん？サクサクは？あれ？今日は女子で来ないかな。どこ？どれくらい？埼玉県。うん。やっぱ。あ、ストリートビュー。で、この辺りから北に向かった方がいいかな。北大あれは。この辺りですよね。南米にはなってない。南米ってうんこのことですか。まあ今のところ大丈夫です。これパチ屋、具体って。あ、パチンコって書いてある。ん？あ。十和田湖から神奈川までは列車で帰ります。列車で。パチ屋ですね。いや、北大は何の略なんですかね。4円パチンコやってますよ、北大。20円スロット、5円スロット。いや、北大です。北海道大学ではなく北大です。飛行機か。確かに青森空港って途中にあるんですよね。黒石の近くだっけ。なんか周りの市街地から離れたところにありましたよね。ユニバースはもう一つ二つ先のあたりだと思うんだけど、帰りは新幹線考えてます。飛行機の方が安くなるかも。あれでも待てよ、飛行機の、あと私は株主優待券もらって1枚あるんで、それ使うっていう手はありますね。飛行機の輸送なんで、今クロスバイク持ってきてるんですよ。ディスクブレーキのマウンテンバイクは輪行が今、ここはちょっとお待ちを。キパとかボベ、そうそうそうだ、ガスをなんとかしないと。上島さんにあれだけ持ってるかな。なんかこれというお菓子があったら送りたいなと思ってるんですけどね。飛行機のそのためにガス燃やし切らないとな。長くないですか、あの構造から言って、あんな細いフレームで支えてて、フレームというか中心のあの辺りで支えてて、曲がりませんか。変な緑色、いや知らないです。ユニバースどこだ。この辺じゃないのかな。正面になんかでかい建物が1個あるけど、あそこはメガネ屋左、メガネ屋ですか。ローソンですね。あ、ここは確かに広い駐車場の中でも特に、あ、やっぱ後ろ向くとこれなんかスピーカーの量が下がる。どっかの接触だこれ。ユニバースもうちょい先ですね。喫茶ポプリ、定食ピザ宿泊、素泊まり2940円、すごいな。仮設もうちょい先ですね。喫茶店と宿が一緒になってる。これ素泊まり3000円弱ですよ。こういうところに飛び込んだりしても面白いですよね、きっと。あっちか、素泊まり、あっちは3100円って書いてある。なんで休館が2940円か。バラ焼き、ここに泊まろう。沖縄に、ああ沖縄さらに安いですよね。沖縄給料も低いって言うけど、バラ焼きはこれ材料売ってるわけではないのかな。週末確約
格安サービス始めました。バラ焼きの何か売ってるわけじゃないのか。今村ジェーン、今村、沖縄らしいですね。だから物価も安いっていう。すいません、私は今日平日だから今回に限ってはフリーですね。週末安くなるっていうのは甲府の方でもそう、あのビジネスホテルがそうでした。あべイエス、今日は平日、今日は木曜日ですね。ソニー東京がですかね、気分全然違いますね。青森、おう、ここだユニバース。あ、違う、ここじゃない、向こうだ。あ、今のとこ入るんですかね、今のとこ入るのか。よっと、米、ちょっと待ってください、コメント。昨日はちょっと降られましたね。これはどこの接触なんだろう。オーディオケーブルか。うん。今の本州。あ、本当だ。右折すぐそこって看板が出てた。反対側で出てたかな。気がつかなかった。断線仕掛けてるのかもしれないですね。オーディオケーブル。いざとなったらあのヘッドセットがあるんで。イヤホン耳につけてできるんですけど、青森県の交通ルールはどうなんだろう。片耳イヤホン OK と書いてあるかどうか。スーパースーパーマーケット、こっちかな。あ、これだ。それ今もなかなか聞こえてますよね。何がない？これだ、ユニバース。おお、ユニードみたい。よっと。自転車置き場、これだと置けないから。これは、スーパースーパーマーケットです。って書いてあります。あ、あそこも貸してもらおう。ユニード、私地元にありました、ユニード。あ、この辺り大丈夫ですね。スーパースーパー、今は気候がいいからエアコン働いてないみたいですね。え、マックあるんですか、この中。え、どこ、マックのか、スタンドナイス。だからこんな感じ、エアコンの室外機のフレームに立てかけさせてもらってます。もう失速。さて、じゃあ買ってくるものをちゃんと考えとかないと。バラに、バラ焼きの肉とタレですね。他に買うもんあるかな。あとは野菜ジュースぐらいかな。油いるんですかね、バラ焼きって。油はラー油しか持ってない。ごま油ちっちゃいなんてから買ってこようかな。で、多分店の中広そうだから、あの回ってくるのに5分以上はかかると思います。私はこのご当地のバラ焼きっていうのを作る材料を買ってこようかと。フライパンがあるんで、自炊でそろそろ食材使いたいと思ってます。塩こしょうは持ってます。買いました、こっち来て。ん、何やらない。店内放送はいろいろ面倒なんでやらないんです。じゃあ、よっと、じゃあ行ってきます。
丁目バラ焼きっていうのがあるんだ。見張っておけばいいんですね。もし日暮れ早いからもう晩飯の準備。警備中第2くらいにランクインしました。バラ焼きって
自転車を置いた場所は
戻りました。何分かかったかな。とりあえず材料を買ってきました。ちょっと待った、ちょっと待った、目的のものを買ってきました。ちょっといろいろ解説を、よし、あとは調理できる場所を探したな。これからは玉ねぎ買いました。これ今回包丁持ってきててよかった。ん、何取ってきた。まずこれミスユニバースはちょっと見なかったな。ごま油買ってないです。でかいのしかない。やっぱりキャンプ場でも、キャンプ場って、はい、タレはですね、あのスタミナ原タレでしたっけ。あれを、あれ作ってるとこが、そう、スタミナ原タレとは別にバラ焼きのタレっていうのを出してて、こっちの方が100円高いんですよ。これが2、この、これが2キュッパで、原タレっていうやつはこれよりワンサイズ大きくて、しかも安くて1キュッパなんですよ。原タレの方がですね、あのサイズがでかくて瓶が重くて、100円高くてもこの同じメーカーだし、バラ焼きって言ってるからと思って小さい方買ってきました。でこれで今材料費が野菜ジュース代合わせて770円でした。そう、源タレの方がらしいと思ったんですけど、あっちの方が多分瓶もでかいし、内容よりも 100g 多いから重いんですよ。どっちしろ使い切れないから、だから多少高級でも大きいタレ全くですよね。タレを補給食として飲まなきゃいけない。デザートアイスないな。お持ち帰り。よし。ああ、もう食材袋がどんどん膨らんでいく。で、牛肉はですね、小さいやつとでかいやつしかなかったんで、小さいやつを2パック買ってきました。タレ自慢。あ、そう、トスの人来てくれたら、ぜひ押し付けられてほしいです。お願いしたいです。あの、タレを受け取ってくれる人を、バラ、タレ、塩補給。白、何、白焼きそば、そうなりますね。よっと、捨てるしかですよね。もう食った。ちょっとさすがに食料袋が大きくなりすぎて、重さのバランスが問題出てきたな。まあ大丈夫か。じゃあ、うわ、ちょ、さっき延長働いてませんでしたか。確か延長の声聞こえたんですけどね。いっぱいデコがタレを一滴ずつ与える。自炊ポイントどこかですよね。向こうか。ジックデコの人が来たらタレをしつけます。タレ飲めって言って。ん、何が原因。